アレハンドロ・ベドヤは、アメリカ合衆国、ニュージャージー州、イングルート出身のプロサッカー選手。サッカーアメリカ合衆国代表、フィラデルフィア・ユニオン所属。ポジションは MF。祖父と父は共に、コロンビアのサッカー選手というサッカー一家に生まれた。幼少期に、フロリダ州、ブロワード郡のウェストンに引っ越し、ウェストンの少年クラブでプレーを始めた。高校卒業後は、 ファーレ・ディッキンソン大学に進学し、3年時にボストンカレッジに編入。大学卒業後は国内クラブを経由せず、海外に渡る決断をした。2008年末、スウェーデンの A レベル SK とプロ契約を結び、翌年1月より正式に入団した。入団して、すぐに4から3から3のセンターハーフのレギュラーを獲得。 2011年2月には、プレミアリーグのバーミンガムシティ FC から、トライアルのオファーがあったが、結局契約には至らなかった。2011年7月21日、デンマークのラナース FC に移籍。当初の予定では、アルスベンス間終了後に合流する予定だったが、両クラブの話し合いにより8月17日に、前倒しされた。2012年8月10日、 スウェーデンのヘルシンボリーフに移籍。UEFA ヨーロッパリーグでの活躍を受け複数のクラブが獲得に動いたが、最終的に夏までの残留を選んだ。2013年8月7日、リーグアンに昇格した FC ナントに移籍。2016年8月3日、移籍金100万ドルでフィラデルフィアユニオンに移籍。2008年の北京五輪では予選に出場していたが、 本戦登録メンバーからは外れた。2009年12月22日、フル代表初招集。カリフォルニア州カーソンで実施された代表キャンプに参加した。年をまたいだ1月23日、ホンジュラス代表とのフレンドリーマッチに途中、出場始発キャップ。2010FIFA ワールドカップでは、初期登録の30人には選ばれたが、 最終登録メンバー23人には入れなかった。2011コンカーカーフゴールドカップでは負傷したベニーファイルハーバーに代わって追加登録された。2013年7月5日のグアテマラ戦で代表初ゴール。2013コンカーカーフゴールドカップでは主力選手として6年ぶりの優勝に貢献。2014フィーファワールドカップでは全4試合に出場した。 アメリカ合衆国代表、ありがとうございます。